はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、先日ちょっとね、話の中に出てきた GVHD、 慢性 GVHD という言葉があるんですけども、これはね、その骨髄移植をした後に起こる移植変態縮視病という病気なんですよ。でこれはね、その移植変態縮視病というのは骨髄移植をした後に起こる合併症と副作用のことなんです。とは言ってもですね、その移植変態縮視病という病がついているので、一般的にというか、一応ね、その病気の一種になるんですけども、その骨髄移植をした人がなる病気なので、普通の人はね、なりませんのでね、ご安心ください。でもね、これからね、説明する内容によってはですね、ちょっと心当たりあるなーっていう、私もそうなんかなーって思うような内容が出てくるかもしれませんけども、その心当たりのある症状になるまでの経緯がね、違いますので、その骨髄移植をした人以外の人に対しては全く別物です。そしてそんなね、その骨髄移植の後になる病気であるその慢性 GVHD なんですけども、今ね、その慢性 GVHD と言いましたけども、実はこれね、骨髄移植をしてから100日以降に発症する症状に対してに付けられた名前なんですよ。なのでね、その骨髄移植をしてからの100日までのね、ここから100日までの間に発症する症状も別にあるんですけども、それに関しても実はね、名前が付けられています。それはね、その名はね、その急性 GVHD と言います。で、このね、その急性 GVHD と100日以降の慢性 GVHD っていうのはね、似て非なるものなんですけども、これから説明する内容を聞くとですね、一緒やん、何が違うのって思うかもしれません。僕もね、ぶっちゃけね、僕自身もね、もうはとか一緒やんって思ってしまうほど のよく似た内容なんですよ。今でこそ僕はね、すごい理解できましたけども、もう最初の頃はね、だから何が違うのっていう、同じ症状やんみたいな感じのことがね、もう多く出てくるんでね、ちょっとね、よく聞いててくださいね。ただね、これっていうのは骨髄移植をしてから100日までの間に多く発症されている症状はこれですよ。ほんで、骨髄移植をしてから100日以降に多く見られる症状が、発症される症状がこれですよと、分類されているだけなんですわ。ではまずね、その骨髄移植をしてから100日までの間に多く、多発するじゃないわ、発症する症状である急性 GVHD のお話からしていきます。その急性 GVHD というのはですね、その骨髄移植をしてから100日までの間に多く発症する症状でございます。で、そのね、発症する内容というのがですね、内容との症状というのがですね、まずはね、皮膚病変というのがありますね。その赤い斑点がね、手のひらとかね、その足とか、至る所にね、こう出てきてね、進行するとほんまにこう腕とかにもね、バーって出てきて、体にもバーって広がってするんですよ。で、それが重症化してしまうとね、その斑点がね、大きくなっていってね、その斑点同士が融合していってですね、この全身がその火傷のような感じで赤くなったりしてね、こう水ぶくれになってしまって、その皮膚がね、剥がれていったりするんですよ。この頃に関しての僕の皮膚の状態っていうのはまだちょっと軽症やったんで、なんとなくその全身が赤いかなーっていう感じぐらいでしたね。で、次はね、消化器系の病変なんですけどもね、消化器病変っていうのがあるんですけどね、その胃とかがね、障害されるとね、おえーっとこう吐き気を催したりとか、食欲が低下するわけですよ。それでね、とりあえずね、それで吐きますと。で、またね、その腸がね、この腸がね、障害されるとね、その水溶性下痢っていうのがね、起こってね、体から、ね、水分のタンパク質がね、失われます。もうね、すごい下痢です。なかなかの勢いでしたね。でもね、これがね、重症化するとですね、出血、血の混じったね、大量の下痢になったりとか、それによってね、急速にね、そのタンパク質とか水分が失われてね、その栄養失調というか、栄養不全にね、陥ります。そうなるとね、その病原菌に対するその抵抗力っていうんですか、そんなのが低くなりますし、その薬剤のね、その治療効果、薬に対しての、薬が発揮する効果っていうのもすごい下がってきて、
感染症とかの、ね、原因になったりするんです。で次は肝病変というのがありますね。肝臓ですわ、肝臓ね。その肝臓の細胞がね、その障害されるとですね、その肝機能というのがね、低下してですね、黄疸、顔がね、黄色くなってしまうのがね、出てきます。あと目もね、黄色くなったりしますね。まあでもね、おかげさまで僕はそこまではなってないんですけどもね、まあ、でもそうなった結果ですね、その肝臓のその解毒作用っていうのがね、失われてしまって、全身の倦怠感っていうのとかがね、顕著にね、現れたりしてね、それをまた重症化するとですね、その意識障害っていうのがね、起こすことがね、あります。でも肝臓ってね、そのコーヒーフィルターのようにね、血をね、血液をね、こしてくれるんですよ。そんな働きをしてるんですよね。なのでその機能が正常に働かなかったら、全身にその綺麗な、全身にね、綺麗な血が回らずに、まあ言い換えるとその汚い血、汚れた血や、汚れが混じった血が回ってしまうので、すごいね、ほんまに全身に影響が出ます。いや、怖いですよね、ほんまに。そのね、まあ、白血病を治すためにね、骨髄移植をして頑張ってるのにですよ、そういう病気がなってるのにもかかわらずですね、そのね、肝臓にそのね、異変があったらね、さらにまた違う病気になってしまうっていうね、ことが起こってしまうんでね、もう怖かったですわ、今考えたらね。で、次はね、慢性 GVAG ですね。これはま、先ほども言いました皮膚病変、皮膚病変というのがあるんですけどね、もうこれはほんまに先ほど説明しましたその急性 GVHD の皮膚病変と同じ内容になります。あとね、爪病変ね、爪ね、だからね、何でしたっけ、こんなん言いましたかね、シュンピーか、ね、ドクターシュンピーみたいな感じなんですけども、それをちょっと置いておいて、この爪ね、爪の形がね、変わってくるんです。ボコ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 って波打ったような感じで変形したりとかね、縦にバーって線が入ったりするんですよ。今でも僕はね、その縦に線がすごい入ってるんです。なかなかね、これはパッて見せるってもね、なかなかピントが合わないんで見せれないんですけども、なんかすごい乾燥してる爪みたいな感じになりますね。あとね、脱毛ですね。まあ、脱毛っていうか、人によってね、抜ける人と抜けない人もいますけども、まあ、僕の場合は抜けるというか、なかなか生えてこなかったですね。今となってここまでね、生えてきてますけども、ちょっとね、上の方はね、そのまあこの影響なのか、まあね、今僕のその年齢的な男性的な問題なのかわかんないですけど、ちょっとこの辺はね、薄くなってしまってます。あと口腔病変ですね。これはその粘膜障害もあるんですけども、そのまあ今もね、続いている、僕の体で続いている口の中の乾燥、まあその唾液がね、出てこないためにですね、乾燥してしまうんですけども、あとはね、唾液が出てこなくなるといった症状とはまた別で、口の中にカビがね、生えることもあります、カビが生えましたね、僕。ほんま白いものがありましたわ。まあ、今はもうね、カビはないんですけども、乾燥はあるんですけど、カビはないんですけども、歯磨きにね、シャカシャカシャカって歯磨きしっかりねしたのにね、その口の中に食べかすが取れてへんなって思うほどにね、カビだらけだったんですよ。もう白いのがね、出てきてね、ちょっと怖かったです、ほんまに。あとは眼病変ですね。乾燥してその結膜、角膜病変っていうのがね、起こることがあるんです。僕はね、この乾燥がひどくて、目の乾燥がひどくてね、視床角膜炎という病気がね、発症しました。これは痛かったですね。まだ入院中やったんですけどもね、まあ、ある日突然ですよ、目にね、違和感が出てきてね、しまいにね、痛みが出てきて、もう最終的にはね、目が開けられへんくなったんですよ。ちなみにね、その時ってね、もう目閉じててもね、ずーっと痛くてね、もうどうすることもできなくなってですね、でこのまま目が見えへんくなったらどうしようとか、もう目が開けられへんくなったらどうしようとかっていう風なことをね、考えても怖くて怖くてね、もう泣いてしまっててね、でそんな状態っていうのはね、もうその病室のベッドの上で、そういう状態が起こったからまだ良かったんですけども、もうでももうそれをね、もうどうすることもできへんから、とりあえずナースコールやと思って、ナースコールをこう探して探して、でもう目見えへんからね、後ろに振り返って、あの辺にはあるって思うんですけども、もうね、振り返っても感覚が分かれへんし、気が動転してしまってるから分かれへんのですよ。もうだからほんまに取り乱してたわけですよね、ベッドの上で一人でね、静かにね、他の人がおるからね、あんまね、大声出してね、へっ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 とか言ってたら、ほんまに迷惑かかるんで、そこはちょっと冷静やったんです。でも、気持ちの上では冷静やったんですけど、動きは激しく取り乱しました。で、ほんで、やっとの思いで、ナースコールのボタンを掴むことができて、こっちから掴むことができて、ね、バーっとバーっと押して、ナースコールのボタンを押してね、看護師さんが来てくれて、もう僕はね、泣きながらね、目が開けれませんってね、この声にならないほどの声で訴えてね、でそのまんまね、車椅子に乗せてもらって眼科に連れて行ってもらいました。
ほんでね、その目の症状を見せるときにね、目を開けなあかんじゃないですか。それが開かないんですよ。もう自分自身の力ではね、開けれません。もう自分の手でね、こう、まぶた、こっちか、まぶたの目をね、こう、ふわっと開ければいいんですけどね、もうその気力もないんですが、なんかもうテンションがガーンって下がっててね、でもそんな状態ならね、何も進まないのでね、まあ、無理やりね、その眼科の先生の手でね、パッと開けてもらいました。ほんでまあその時はね、さらっと見てもらってね、まあ次はあの、何ですか、顎を乗せて、で、おでこをあのバーにピタッてこう引っ付けるその機械あるでしょ。あれにその顔をね、パーンって乗せて、無理やり先生にまた目をパッて開けてもらってね、まあその機械越しにね、その目をね、覗かれましてね、まあ、光を当てられたりして、でそれらを一通り済ませて、先生の診断によるとですね、その極度のね、その目の乾燥によって、目のね、まぶたのね、内側でね、その黒目のね、表面というか、角膜っていうんですけども、その角膜に傷がついてしまってて、でそれをね、その目の細胞が修復しようとしてね、傷いってたのをこう修復しようとして、さらに細胞がね、新しい細胞がその糸状になってね、生まれ出してきて、でそれが出過ぎてしまっているので、でさらにその出過ぎてしまっているのが、目に痛みをね、増している状態なんですって言われたんです。なのでその気づいてて痛いし、でそれを修復しようとして出てきた細胞がまぶたの内側に当たって痛いっていうような状態なんですよ。ダブルでね、目の黒目の表面とまぶたの内側、この内側でこう擦り当てて、さらに痛いやんけって感じだったんですと、そんな感じで診断されて、まあ、とりあえずね、この出過ぎている細胞はね、取り除いた方がいいということになりまして、麻酔の目薬をねペペンってされて、こうピンセットでね、細胞をつまんでいくっていう、取り除いていくっていうことをねしてくれました。またね、そのピンセットでね、目の表面に出てきたその出過ぎた視床下腹部炎の糸状の細胞をね、取り除くときにね、まあ、もちろん目を開けてるわけですからね、そのピンセットがバーってこう近づいてきて、こうヒュッてとこう取られるのがね、見えるんですよ。もう不思議な感じでしたよ、ほんまに。もうほんまにね、その痛い中でもね、こうやってやーって痛かったっていう中でもですね、その目の前にね、見える光景がね、面白いんですよ。痛くないのに何なんこれみたいな感じでね、まあ、その不思議な感覚がその功を奏したのかね、あっという間に終わりましてね、まあ終わった後はね、しばらくまだ痛かったんですけども、まあ目が開けられへんほどではなかったんですけど、まあしんどかったから目をずっと閉じとってね、でもまあ次の日にはね、落ち着いてましたね。まあ、ちょっと目に起こった症状に対してちょっと熱くなって長くなってしまいましたけど、まあ、目にもいろんな症状が見られます。なのでね、もう今でもね、パッとこう目が痛くなるとですね、ひょっとしたらまたみたいな感じになるのでね、たまにちょっと怖くなってしまいますね。で次は肝病変ですね。肝臓の働きがね、低下してくるんですよ。まあ、これはね、血液検査とかね、黄疸などで判断されますけどもね、まあ、先ほどもね、急性 GVHD の中でね、説明したのとね、同じ内容です。あとは肺病変ですね。息苦しくなってくる症状がね、出たりします。まあ、これは特にね、なかったんですけども、自分の中ではなかったんですけども、でもね、この検査がね、まあまあ厳しいもんがありましたね。こうね、息をめっちゃ吐くんですよ。要は肺活量検査ですわ。その肺活量検査をね、したことある人ならその分かると思いますけどね、あれはね、きつかったですね、ほんまに。またその検査してくれる人がね、ド S なんですよ。もうこんな体の状態なのにね、病気してる体やのにですよ、なんでそこまで攻めてくんねんなってね、思ってしまうくらいね、息をふわーって吐かせるんですよ。まあ、こんなね、ホース持ってね、ふわーふわーってこうね、吐かせるんです。まあね、まあそれがね、検査の寝方なんで知らないんですけどもね。ほんで次はですね、その消化器病変ですね。まあ胃や腸のね、粘膜障害によって嘔吐、下痢などの症状がね、見られます。まあ先ほどのね、急性 GVHD とね、同じです。で、まあこれに関してはね、ひどくなってくるとね、まあ胃や腸のね、細胞をね、こう採取してね、生体検査か生体検査をするのでね、そのカメラをね、胃カメラとか腸のカメラをね、上から下から入れられてですね、まあカメラの先についてるね、マジックハンド的なやつでこうね、胃と腸の、ね、内側のこの表面の内部内側の一部をね、こうパッとえぐり取られるんですよ。僕はやられましたね。まあ、全身麻酔でやられたのでね、やってもらったのでね、その最中はほんまに何も覚えてません。そしてね、まあ、この後ね、さらにね、水溶性のね、下痢がね、ひどくなってきてしまってね、
とうとうね、トイレが間に合わなくなってしまいましてね、おむつデビューすることができました。で、次はですね、生殖器病変ですね。生殖器のね、その皮膚やね、尿道がね、痛くなったりすることもあります。で、次は血液異常ですね。まあ、貧血とかね、自己免疫疾患とかもね、発症することがありますといった感じでね、まあ、それぞれのね、急性 GVHD と慢性 GVHD で見られる症状でございました。皆さん違い分かりました？まあ、皮膚病変と消化器病変と、肝病変が、まあ、急性も慢性もね、かぶってて、まあ、しかもね、症状は同じような感じなんですよ。だからね、この3つに関しては急性からずーっと続いてる感じなんですよ、ほんまに。で、まあ、爪病変と脱毛、髪の毛の脱毛と、口腔病変とか、まあ、新たにね、出てきただけあって、まあ、これに関しては出る人と出ない人もいていますので、でも口腔病変、口の中の症状がまだ多いかなって感じですね。まあ、粘膜障害というのがありますのでね、それが唾液が出ずに乾燥してね、そしてカビが生えるという、まあ、聞いただけではね、すごい恐ろしいように聞こえますけども、まあ、そうなってる、なった初期っていうのはすごいね、苦しかったですけども、まあ、今となってはちょっとマシになってますけど、ね、僕はね、今となってマシになってますので、まあ結構しんどかったけど、今は乾燥がマシになってくるから、まあまあ別にええかなっていうぐらいの感じで、かかと軽く思えるようになってきました。しんどいはしんどいですけどね。まあ、これらのね、今挙げました疾患というのがね、まあ、症状というのがですね、まあ、その GVHD というね、移植変態縮視病というね、骨髄移植をした後に、出てくる副作用合併症でございました。ちょっとね、今日のお話はね、小難しかったと思いますけどもね、まあ、早口でバーッと喋ってしまいましたけどもね、ちょっとね、久しぶりに小難しい感じができて楽しかったんでテンションが上がってしまいましたけども、まあ、白血病やね、抗がん剤やね、骨髄移植をね、まあ、皆さんにしていただきたいので、まあ、たまにはこんな話もね、させていただきますので、また聞いてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がね、いいと思ってましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。